リカも元気に白黒チャンネルのお時間です。今日はですね、バズランドラゴンです。こちらのですね、ボックス紹介をさせていただきたいと思います。じゃあ行こう、早速。去年末ぐらいから細々、ものすごく細々とやってて、あのログインのね、あの石でガチャしたりとかなんて、全然ランクもまだ92なんですけども、ですね、まあ、そろそろ降臨とかも行きたいなぁと、やだねなぁとか思っておりまして、はい、そんな感じでちょっとただいまの進捗紹介させていただければと思います。はい、こちらになります。まず火属性、パドン、そこそこレア度が高い子からライラちゃんですね。これ一回進化させました。回復攻撃タイプ。あとは、この間うっかり出たフェニックスライダーさん、これ全然まだ使ったことないんですけど、これ使えるのかな。で、今のうちのあれなんですよ、スタメンリーダー、ロゼルちゃんは、コンボが簡単なんですよ。火か火水の2コンボなんで、結構使えてます。あの最初はティラちゃんっていう、あの火の子だったので、あの火のパーティーが結構育ったので、この子リーダーにして、あのノーマルダンジョンとかね回ってます。あと先日出たソニアちゃんね、これ結構当たりみたいなんで。あとはレイランちゃんも結構前に当てました。全然育てないです。あとエキドナちゃんね、これあれドロップでナーガちゃんドロップ頑張って落としたんです。ギガンテスさんもね結構使ってます。はい、ナーガちゃんもね、もう一回なんかガチャでとかなんか手に入れたのかな。はい、次水、ですね、年末ガチャで当てたゴテンクスさんですね、一回進化させました。一応この辺のスキル覚醒は済ませてるんですけど、もう一回ね究極進化ができるのでね、これをやりたいなと思ってます。あと水着ガチャで引いたアルビダさんですね。これすごい水ドロップめっちゃサブで使えるみたいな話はあるんですけど、水キャラがまだあんまり育ってなくて、ていうかあんまりいなくて、いないんですよ。でこの間、ツイッターで動画上げさせてもらったシンジ&カオル13号機、これもあれですね、エヴァコラボで金の卵出て一発ラッキーみたいな感じだったんですけど、はい、そんな感じ。あと、あ、このレックス猫ちゃん、これちょっと後で報告させてください。はい、あとリュウビさんですね、この子も究極進化でかなり役立つようになったって話なんで、一応まだね進化させてたいんですけれども、育てて、あとリスマダで始めたバロンドレイクさん、すごい渋いねっていろんな人に言われるんですけど、なんかまあ神タイプのね攻撃力 HP2 倍だから、なんかあのパズル力なくても使いやすそうだなと思って出たんですけどね。あと31バステッドちゃんですね、あとこれサンタジーニャちゃん、去年の年末手に入れたサンタジーニャちゃん、これも金の卵でしたね。これ一番レア度高いんじゃないかな、サンタジーニャちゃん234ね6あとコビスさんですね、あとハトホルさん、すごいリスマラランキング高いハトホルさん、ハトホルさんパーティー、あれですね、パズル力がなくて、ほんと1ダンジョンに行って1回ぐらいしか成功しないんですけど、たまに使ってます。あと孫悟空さんと、先日当てたさくやちゃんと、ヒカメタさん、これなんていうの、メタトロンさん、白メタさんかが2匹2体、あとインドラさんですね。はい、そんな感じになってます。あとレイちゃんとかも、はい、あと闇がね、全然1個出てんのが、闇はメタトロンさん、闇メタさんです、ね、はい、あとはなぜかハクちゃんに愛されててミニハクちゃんが3体おります。でですね、あの先日ですね、なんとですね、あの TGS の皆さんとコラボ
というかお仕事をさせていただきまして、でね、すごいんですよ、見てください。いや、降臨とか行きたいんですよねみたいな、どれから育てればいいですかねって言って、組んでもらったパーティーがこちらです。さくやちゃんパーティーですね。さくやちゃんリーダーの光の竜騎士、竜剣士、これあれですね、あの変化系と、あとこれも変化系なんですけど、劉備さん、あとフェニックスライダーさん、これこの間うっかり出た4ターンの間ダメージ判定、はい、あとまああのエキドナちゃんですね。いやーすごいですね、ブワーって見てパーって、これならいけんじゃない、チューチューイみたいな感じで組んでくれたんですけど、まあ、とりあえずこのまず火と水と木と光と同時攻撃っていうのを、あの安定して出すっていうパズル力をつけるっていうのが課題。あと、まあ、この子たちを育ててちゃんとあの進化させて、あの降臨に行くっていうのがちょっと私のパズドラの課題になったので、まあ、今更ね、今更パズドラかよみたいな、あの本当にもうパズル力とか皆無なんですけど、なんかまあね、今からパズドラ始める方もね、あの今結構ランク高くてやってる方も、なんかあこんな時もあったなみたいなことをね思い出していただけるような実況ができればと思いますので、まあ、ちょっといつになるか分かんないんですけどね、ぼちぼち育てていきたいと思いますので、ぜひぜひ楽しみにしてみてください。いや、めっちゃテンション上がりますよねこれ。いやしみじみきますね。ありがとうございます、サスケさん、トフさん、ガイモンさん、ありがとうございます。はい、こちらのアイルちゃん、先ほど報告してると言ったアイルちゃんなんですけども、なんと、TGS さんご視聴した際にですね、サスケさんにちょこれ弾いてみてくださいよとか言って言ったら、はい、一回弾いてくれて、で出したのが一発で金プラス卵で、でアイルちゃん出てくれました。本当サスケさんありがとうございました。サスケさんはあの銀の卵を20回連続最初に出たということなので、結構厳しいガチャだったということなので、物欲センサーはここにありっていう感じですね。あのサスケさんにもしかして弾いてもらうといいのが出るかもしれない、また弾いてほしいです。本当にありがとうございました。とまあこんな感じのパズドラボックス紹介でございました。何かご意見ご感想あればぜひぜひ下のコメント欄によろしくお願いします。ということでツイッターやってます、アットシロクロチャンネルやってます、ぜひぜひフォローお願いします。 YouTube チャンネル登録の下の赤いボタンから登録いただきますと、チャンネルの更新通知が届きますので、ぜひぜひそちらのチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで俺のじゃんけんいきます、せーの、シロクロチャンネル最初にじゃんけんぽいパーです。なのでチョキの人にしたいことあるのよ。見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。